ありがとう生態の平野です。今日ね、まあ、ゴールデンウィーク、初めてです。最初のね、お客様が、まあ、渋滞に巻き込まれてですね、まあ、それは事故だったみたいですけども、巻き込まれて、まあ、20分、ぐらいね、こう遅れてくるという連絡をいただいて、まあ、その間に、最近ちょっとね、感じてたことで、まあ、自分の体のね、こう立っている時ですね、まあ、私こう立ち仕事なんで、立っている時に、まあ、どこにこう体重を乗せているか、という形で、ちょっとこれ迷いがあったんですね。でよくこの自分の中を観察していると、何もしない、ただ立っている時は右のかかとの後ろにですね、こう乗せて、そして体をこう潰している、もっと言うと、あと別の言い方をするとこの脱力っていうかね、まあ、これはね、いい力の抜け方じゃないんですね、多分、こうまあ、どうしても内臓下がっていっちゃうんで、まあ、そのままそれに任せて、まあ、堕落のね、楽っていう形で、まあ、常に立ってて、で、これはちょっと昔から分かってたんだけど、このまま僕はね、この、例えば仕事をするときに、このままこう使っているんで、体がね、こう、ねじれていっちゃうのかなと思ってたんですけども、使うときはですね、また別のところにね、こう乗せるんですね。右足のかかと以外のところにこう乗せて頑張っているということに気づきました。でそうするとですね、ちゃんとこの、右のかかとの方はちゃんと体重が乗せるところがないので、どうしても内臓が下がっていってしまう。そして内臓が下がるとですね、そこに、下がった形の堕落のところにね合わせて、なんか力抜けていいなみたいなこんな感じなんだけども、これは下がったままなので、決していいことではないと。で、まあ、それが分かって、それで直し方もですね、この20分間の間にちょっといろいろこう頭の中をこう巡らせて、こうやってやったらいいんじゃないかっていう形 でちょうど来た方がですね、すごく体の感覚の鋭い人で、もうやったらですね、もうぴったりそれがあって、その直し方、まあ、チャクラシートを使って、足の裏と、そして、もっと言うとね、足の裏と脳をつなげるね、形なんですけども、私の場合だと、右のかかとの後ろに乗せたときは脳につながらない。ですから、その、いかにね、この右のかかとと脳をつなげるかという施術をしたところですね、その女性が、あ、もう全然違いますという形でね、教えてくださいました。その後もね、3人の方、ちょっと同じパターンだったので、もしかしたらみんな同じなのかもしれないんだけども、まあ、一応ね、そういう形で、新しいですね、足の裏の、まあ、まあ、4つですね、4つの、まあ、これ、フォースタンス理論っていうね、本もね、読んだことがあって、まあ、それはちょっと気になってはいたんですけども、まあ、ただ僕が調整する、そのフォースタンスはちょっと意味合いが違うんで、意味合いが多分違うと思うんですね。でそれをしっかり整えることによって、まあ、立ち仕事の人はですね、長時間経った時に、まあ、どこの方向にも使えるというね、そういうメリットがあると思います。まあ、今日ね、偶然というか、これ本当に面白いんだけども、その人が遅れてこなかったらですね、発見できなかった、そんな形の中で、面白いなといつも思うんですが、足の裏の、ね、4つのスタンス、そして、この後また動画撮らさせてもらいますけども、お尻のですね、4つのスタンス、そして顎の4つのスタンスね、この解消法も見つけました。ぜひね、動画ご覧ください。あ、ただ、そのやる方法はね、ちょっとすいません。見せてもですね、これ、チャクラシートを使わないとできないので、まあ、そういう参考には申し訳ないけども、ならないかもしれません。ただ、自分の中でね、そういうなんか感覚があったらですね、ぜひ、当院の整体に来ていただけると、面白いなと思いますよ。これは、揉んでもね、ストレッチをかけても治る、そういった問題ではありません。どうかね、ご了承お願いいたします。ありがとう整体の平野でした。ご視聴どうもありがとうございます。